ここだよ、ここ。早く助けてくれよ。このままじゃ。おい、キャスカ。串刺しにしたって食えねえ。どうやら客がおいでなすったようだな。なにパック様のエルフ次元流講座。耳の穴かっぽじりたまえ。これから君に戦闘の極意を伝授してあげようではないか。聞きたいか？聞きたいよな。こんなチャンス二度とないぞ。本当に聞かなくていいんだな。そこまで言うなら見せてみ。腕前を見てやろう。行け、行くのだ。散ってこい。勝手なこと言いやがる。まあ、やるしかねえか。あいつ、なんて大きさ。でも負けるな、カッツ。行け、力の限り。こーい、このひどいもの。そんなに早いわけじゃ。そんなに早いわけじゃ。みたいだね。急ごう、エルフヘルムへ。あそこなら安全だし、いいとこだぞ。花は咲き乱れ、鳥は歌い、エルフは踊る。青、うるわしの我がふるさとよ。ああ、ガッツ、まさかまだ復讐の旅を。キャスカを連れて復讐など無理。分かってる。だが今あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣が届く先に。とりあえずさ、このまま進もう。とにかく山を降りて街道に出るんだ。ああ、分かった。道案内は任せたぜ。わっはは、任せとき。
この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団が再び集うには。その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何もお前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切る。それだけ。黒い剣士、よくぞ人の身で職を生きること。嬉しいぞ小僧。そこをどけ。オラクルプスに用があるんだ。言葉は無粋、押し通り。嬉しいぞ黒い剣士、貴様との戦いは我の血を熱くする。
俺様に任せとけ。あれを受けたら。言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れる。何も変わりはしない。変わりはしない？あれだけのことをやって何も変わりはしないだと？お前は知っていたはずだ、俺がそうする男だと。お前だけは。勝つ？なんでもねえ。行くぞ。
どうすっかな。なんとか呼ばれてる妖精さ。スプリガンはいろんなところにいるよ。いろいろ探してみようよ。